報告に来るのが遅れてすまなかったな、ナッシュ。これで機嫌を直してくれ。SIL の野望はどうやら阻止できた。だがまだシャドルーの残党を全て滅ぼせたわけじゃない。乾杯はまた今度にとっておこう。奴らを滅ぼすその日までだ。人の世を乱すことは拙者が許さん。その女を置いて去るがいい。何だと。もし少しでも余計な動きをすれば、拙者の苦内がお主とこの乗り物の両方を破壊する。くしゃくな。目を覚ませ。こんなところで力尽きてしまってよいのか。お主の使命はどうなる。人の世を守るため、お主は死んではならぬはずだ、ローズ。こうしたら本田藩、次はこっちから伺いますわ。いや、参った。だが、今度は負けんぞい。いや、ほんまえらい役目やった。あれやったら、やる気なしでもええとこ行くやろ。それに、あのマゲッチュの固めとる油、あれもおもろかったの。日本には他にも行さん油の種類があるとか言うとったな、本田はん。うん。おお、言いとったんか。さ、支度や支度や。次の目的地は日本やで。相撲もあるし、油もあるし、ええとこらしいね。これで次の公式オイルの座は、うちの会社がいただきやな。気をつけよ、マコト。落ちなよ。ゲニマコト失敗やったぜよ。結局大会はなし崩しに終わってしもうたし、なんじゃ持って帰ってこれんかった。強いやつと戦えたがはよかったけど、そもそもの目的が果たせんかったがは完全な失敗地や。これからは安易な賞金欄には頼らんと、マット地道な手をつこうた方がええ色。例えば、人狼館を名乗った上であちこちで勝ちまくるとか。で、うわあ！うわあ！で、チックと失敗してしもうた。
私らの本業を世界中に広めるためさ。音楽は国境を超えるっていうだろ。格闘と音楽は最高のタッグだよ。軍人の情けだ。最後はバラバラしく散るがいい。さあ、大将は撃破した。あとは強化装置を奪うのみである。探せ探せ。思っていたよりはマシだったが、牙を失っていることに違いはない。サガット、俺はあんたのようにはならないぞ。立ちはだかる者は全て倒し、ムエタイが最強の格闘技であることを。そしてそのムエタイを使う俺様こそが地上の王であることを証明してやる。そう、これが新たなムエタイの神話となる。何ができる？何って？あの男の実験体なら何かあんだろうが。未来が見えるとか空が飛べるとかよ。ごめんなさい、僕一人じゃ。一人じゃできねえってのか。くそ、ますます使えねえ。あ、助けたからには必ず役に立ってもらうぜ。メガ様のため、我らと共に来てもらうぞ。フェイロン、お前は確かアベルだった。あんたのマネージャーに聞いてきた。あんたはセスが死んだ後もセスについて調べているそうだな。ああ、お前は何か知っているのか。話す前に聞きたい。 SIN とシャドルに関わるのは危険だ。命の危険もあるかもしれない。それでもいいか？愚問だな。あんたならそう言うと思ってたよ。それじゃあまずどこから話そうか。
あれは確かに試合であった。たかが一つの命をかける程度では到底達し得ぬ境地。そして我もまた必ずや試合の場に戻らねばならぬ。それが我の生きる意味。まだだ、まだ終わらぬ。師匠、剛健師匠。くそ、聞こえてんでしょ。師匠、待ってください。ひどいですよ師匠。また黙っていなくなる気だったんですか。おい、お前もなんか言えよ。お久しぶりです師匠。違うって。ようなことを言うものだ。お前たちはもう一人前、もはや師匠などいらんだろう。それともまた水汲みでもさせられたいのか。あれはきつかった。って笑ってる場合か。私ね、今回の旅で世界中に新しい友達ができたの。みんな最初は戦わなきゃならなかったけど、本当にいい人ばっかりよ。それでね、分かったことが一つあるの。仲良くなりたいって気持ちがあれば、どんな人とも友達になれるんだって。もっといろいろな国を旅してみたい。それで世界中にもっと友達を増やすの。それがね、私が見つけた私なりの答え。最初はそうね、日本がいいかしら。よりやるようになったじゃないか。ヒューゴ、あんた私と組まないかい。ない、俺も誰の命令も受けねえ。私があんたをプロデュースしてやろうってんだ。パートナーだよ。あんた体はでかいが、ジャガイモみたいにどんくさいからね。お前もジャガイモみたいになるんだよ。そうかい、好きにしな。じゃあ私はもう行くよ。こんなとこに座ってたら私までジャガイモみたいに根が張っちまう。ポイズン。俺ジャガイモみてえか。はあ？ジャガイモみたいって言ったのはほら、体がでっかくて。ちょっと何すんのさ。下ろせ、こうしなって。ない、俺は誰の命令も受けねえ。命令とかそういうことないだろうが。どういうつもりだい。こいつもでっけえジャガイモになるぞ。私がジャガイモがどういうことだい。俺たちがナンバーワンってことだ。アトミック。
は滅ぼしたと思ってもまた現れる。時には果てしのない気持ちになることもある。シャドル、そして SIN、 人の命をもてあそび、自然の力をねじ曲げる者たち。お父さん。だが私は人を信じよう。人の善にもまた果てはないのだから。なかなか興味深い体験はできたが、良いバラには巡り合えなかったな。さようでございますな。ん？おや、これは、これは野生のバラに違いない。一体どこから来たのか。しかしこれはこれで良いものだな。結局は人間によって作られたどんなものよりも野の花の方が美しいということか。さようでございますな。おい、まずいぞ。これはいつものあれじゃないのか。まさか。おい、お前たち、本田がおらんようじゃな。まさかまた逃がしたんじゃなかろうな。次は相撲をオリンピック競技にするため委員会に乗り込むでごわす。で、このくさまずい緑色の液は何なんだよ。これか。こいつは俺が旅先で知り合った相撲レスラーから聞いた食材だ。その名も青汁。栄養があり、体だけでなく精神も鍛える男の飲み物だそうだ。ちなみに日本人は緑を青というらしいんだ。興味深いね。そんなことはどうだっていいんだよ。なんでそれがチリスープに入ってるんだ。それに青汁って温めるもんなのか。なあ、おかしいな。うまいものとうまいものを出せば相乗効果でもっとうまくなるはずだろう。頼むからこんな計算を料理に持ち込むな。むしろ掛け算的にまずいんだよ。そうか、わかった。少し甘みを出してやれば飲みやすくなるんじゃないか。ちょうど今フランスの傭兵からもらったチョコレートが。だから足すな。今来てもらって助かったよ。ありがとう。アベル、これからどうするの？そうだな、落ち着いたらまた旅に出ようと思ってる。俺を助けてくれた人や俺と同じ顔をした男のこと、知りたいことがたくさんあるんだ。でも今はとりあえず帰るよ、家に。そう、またね。ただいま。またお前か。この世はあるがままにあるがよし、それが武神流の教えにござる。だが拙者、今はそれを曲げて尋ねる。コーディ殿、お主はキャツラを滅ぼした。お主の中にはまだ正しさを望む心があるのではないか。あの頃と同じように人の世を乱す者を憎んでいるのではないか。
あれはただの行きがかり。奴が邪魔だっただけだ。ではもはや戻る気はないのでござるか。戻る？戻るさ、俺の住処、あの牢獄にな。もういいのか？ええ、私ね、ずっと父さんの行方を探すために仕事を続けてきたと思ってた。でもそれだけじゃなかったのね。私にできることもっとあるのかもしれない。できることがあるならやってみたい。だからもう少し続けてみようと思うの。そうか。来ねえんだよ、オブが。せっかく CM 打ったってのに。深夜枠だったからか。やっぱり何でも落ちる洗剤もつけるべきだったのか。あ、ねえ響さん、 CM で直接来てくれって言ってましたけど。仕方ねえだろ、今電話使えねえんだよ。いや、そうじゃなくて、 CM の中に地図とか住所とか道場の場所が分かるものって出てましたっけ？障害物の活動を停止する。ディカープリ！キラービー！やめるんだ！お前を消す！ここで消してやる！全部！やはり洗脳は解けて。洗脳を、そんなの知らない！嘘つき！お前なんか嫌い！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 嫌い、お前が嫌い、お前の顔も嫌い。お前を消して、消さなきゃ、消さ、消さ。これは偶然だと思うか？そやつは死ぬ。なんだと？だが我が元に戻るならば、あるいは。同じ顔を持つ貴様が見とってやるのもまた一興。無駄だぜベイビー。勇者、俺には勝てないよ。なぜって？フレッシュでファンタスティックなリズムが降りてきたからさ。
生きてるだけ。それもいい。他のデータは消えたと思っているようだが、残念だったな。また会おう、美しい人よ。ヤン、チュンリさん、もう行くの？ええ。黙って家を出てきてたんですって。だいぶ叱られたんじゃない？そりゃもう。でもいい勉強になったよ。この町の中だけじゃ知らなかったような強い相手にもたくさん会えたし。よかったわね。お、来てたんだ。ちょっとリー・ターレンにご挨拶にね。あなたたちも短い間だったけど、どうもありがとう。職探しならまたいつでも力になるぜ。近くに来たら寄ってよ。今回迷惑をかけた詫びに思るから。兄貴がさ。なんでだよ。楽しみにしてるわ。じゃあね。うん、またいつか。へえ、面白かったな。最後のやつはなんかよく分かんなかったけど、結局のところかなりいいとこ行ってたんじゃないか俺たち。そりゃいいけどさ、兄貴、もうすぐ待ちだぜ。そろそろ考えといた方がいいんじゃないの？言い訳。言い訳？こら！そこにいるのはユンとヤンね。連絡もせずにいなくなって人を心配させて、どういうつもりよ！うわ、おいめ！逃がさないわよ、ヤン！はいはい。うわ！おいヤン、何しやがっ、おじさんたちもお待ちかねなんだから。痛いって。おい、ここは私は一体。そうだ、私はベガ。何も感じない。私は死んだのかしら。目を覚ませ。こんなところで力尽きてしまってよいのか。お主の使命はどうなる。そうだ、私にはまだすべきことが。あんた、これ一体どこから押してきたの。こんな重いバイク普通だったら100メートルも押せないよ。でも彼女を乗せたままでさ。だってルーパスは普通じゃなくて全米で一番なんだもん。それにとってもさ、このぐらい余裕なのよね、ルーパス。おいや、まあ俺が本気になればこんなもん鼻歌歌いながら地球を7周半ってところや。まあバイクはさっき俺がさらっとキラッと直しちまったから、この後はどこにでもスイスイ行けちまって、かえってスリルがないかもしれねえがな。やー、ルーパス素敵。ブルルンブルルンブルルン。さあキャンディ、次はどこに行きたい。ね、どうしようかな。しばらく砂漠では使ったから。あ、そうだ、北極行って白熊見ない。なるほど、それナイスな計画だ。さすが俺のハニーでしょでしょ。あー、でも北極って私行ったことないの。ルーバス道わかる？バカだなハニー、そんなもんとりあえずあっちに向かえばいいんだよ。なんでだって北極ってぐらいだからな。そのうち寒くなってきたらそこが北極だ。うわー、ルーバスって頭いいのね。ここは変わらないな。今度の旅でもたくさんの格闘家と戦うことができた。戦いの中で俺はどのくらい強くなれたんだろう。波動拳！
また会おう。サガット様、お帰りなさい。早かったんですね。ほら、二人とも。帝王は今お帰りになったばかりなのだぞ。構わん。旅はいかがでした？そうだな、楽しみができた。楽しみですか？また友と会う、その楽しみだ。ありがとうございました、リュウさん。また手合わせしてもらえてよかったです。ああ、俺もだ。また戦おう。はい。おい、さくら、さっさと上がってくれと置いてくぞ。はい。じゃあ失礼します。またな。はい、また絶対に。出てこい、ジュリ。お前の親を殺し、片目も奪ったシャドルは滅びた。お前のやりたかった遊びも、これで終わりというわけか。そうだな。まだ会いたいわね。お前がベガと私の共倒れを狙っていたのなら、それは読み違いというものだ。それと、ここで試してみるか。いや、いいよ。あんたについていくのは面白そうだ。そうか、ならば好きにしろ。そう、面白くしてやろう。しばらくの間はな。彼女は魂を奪われ、抜け殻になっているわ。それでも会いたいというのなら、居場所を教えましょう。また外を見て、誰かを待ち続けている。迎えが来ること、信じているんでしょう。記憶も言葉も、笑うこと、涙を流すことすらなくしてもか。希望は失っていないのかもしれないですね。川を使った追跡の振り切り方と、刃物と火種を持たない状態での夜間訓練を行います。各自装備を点検して。そこだ！したこともな。あんたはただのおまけ。
け。バカ同士食い合って弱ればラッキーと思って味方してやったのに、こんなざまじゃ100年経っても無理無理無理。やっぱスペアはスペアだね。ベガのほどまだ遊べたぜ。貴様そうな人形ちゃん。さあ、次はどいつと遊ぼうか。小さいな。イライザ、お疲れ様。待ってたぞ、坊主。俺たちの世界にようこそ。これはお前にはもはや不要だろう。少し長持ちするかと思ったけど、口ばっかだったな、そいつ。おお、お前の目はフィフティーンが作ったものか。そんなことはどうでもいいさ。それより私が今からこの目で何をしようとしているのかを心配した方がいいんじゃねえの。お客さん。皆さん、新聞であなたの記事を見て会いに来てくださったんですって。俺？さあ、ジミー、私たちにお友達ができるわよ。お茶の用意をしましょうね。果物を出してちょうだい。この子もいるから。